今の光景、みんなにも見えていたのよね。勇者様と同じく左手にあざのある方がいらっしゃいました。お主ならわかるはず。あのお方こそわしらの祖先、伝説の勇者の剣が完成するところが見えたが、これだけでは勇者の星に何別の苗木を探すとしよう。若いマンには負けんぞ。
やったぜ。行くぜ。こいつでどうだ。俺たちの勝ちだ。おいおい、どういうことだ。ケトスのやつ、ずいぶん立派な姿になっ…わからないわね。どう関係してるって言うのかしら。あの空飛ぶクジラ、ケトスが邪神討伐の鍵となる。考えていても仕方ないわ。残る苗木はあと一本よ。次の苗木を調べてみま…おととい来やがれ。
見えましたわ。ケトスが黒い太陽に向かっている姿が。そしてケトスが角のようなもので黒い太陽の結界を破る。こでも今のケトスに角はないわよね。一体どうすれば。勇者よ、お困りのようじゃな。あんたいつの間に。ケトスを覚醒させるには賢者セニカの力が必要となる。彼女の行方を知るためにもう一つの記憶を読み解くとしよう。もう一つですって。聖なる苗木は全部調べたわよ。ベロニカよ、ここへ。お主の今の姿、本来あるべき姿ではないな。どうしてそのことは。さあこれを身につけるのだ。こいつはたまげたの。セーニャよ、ベロニカのもと。お主らは勇者の導き手となる運命の双子。二人が力だが、それにはベロニカが子供の姿ではダメなのだ。預言者様、あなたは一体。さあ運命の双子よ、祈るのだ。すべての真実を明け。なんということだ。二人が木になっちまった。さあ勇者よ、導きの木に手をかざす。
欲がみなぎってくる。なんということじゃ。これ仲間であるウラノスに裏切られ、まさか伝説の勇者がこんな最後を迎えていた。導きの木の光はまだ消えておらん。勇者の剣の力でなければ邪神の体を完全に消滅させるのは無理だ。だが老朽なき今、勇者の剣を扱える者はおらん。滅ぼせないならせめて封印。はい、これより封印した邪神の肉体を地上より遥か彼方の空へ。これからどうするんだ。勇者の剣をあるべき場所に、命の体、その後は旅に出ます。もう一度あの人に会うために。老朽、待っててね。これが時のオーブ。これ…うそんな…もう一度、あなたに会いたかった。
なんて悲しい結末な。我々が勇者の星だと思っていたものが、まさか邪神を封印したもの。二人とも、よくぞ勇者を導くという使命を。私たちにも見えていました。まさかセニカ様が。そうじゃ、邪神を倒す鍵を握る賢者セニカは姿をか…預言者さんよ、不思議に思ってたんだが、あんたはなぜそ…ではわしの本当の姿を。あんた、そう、わしはウラノス、伝説の勇者老朽の仲間じゃ。老朽が邪神にとどめを刺そうとしたあの時、わしの頭の中に声がよぎった。老朽を殺せ、さすれば力をやろう。わしは己の心を奮い立たせ還元に抗ったが、気づけば邪神の力を吸い取り、悪に染まったわしはウルノーだが、ウルノーガの中には善なる心がかすかに残っていてな。ウルノーガが倒された今、最後の予言を与えよう。時の賢者は命の大樹の北にて勇者の訪れを待つ。神の勇者よ、どうか邪神を打ち果たし、行こうぜ、俺たちにとどまってる。
ユグノアの王子よ、ドゥルダ教へよくぞ参られました。我らドゥルダの総一同、古き いきなりで驚いたかい。堅苦しいのはここまでにして、まずはドゥルダは古来よりユグノアと縁のある里。ユグノアの王家に生まれた男子は幼子の6年間、ユグノアの王子として生まれたあんたは本来この里に修行に出され、ユグノアが滅びそれは叶わなかったけど、あたいたちドゥルダの民は16年間あん、ん？お久しぶりです大使様。本当に久しぶりだね。ユグノアが滅びてから心配してた。なんだいその顔は。まるでも不思議だね。あたいもあんたとは初めて会った気がしないんだ。おっといけない、可愛い弟子とゆっくり話していたいけど、今はそんな。空に現れた黒い太陽、あれから邪悪な気をビンビン感じるよ。あれ、あんたたちあの黒い太陽に挑むんだろ。そう来ると思って、あたいが、その名も連武東魔行。あたいが呼び出す魔物と次々と戦って、己の、しかもここ数百年誰も制覇できなかった最終試練まで解放するから、覚悟しておきな。はい大使様、私はこの16年間自らに禁欲を課し修行し。あんたもしばらく見ないうちに。ちょっとは。ではお主たち早速修行に。いやはっ、うん、わはあ、全言撤回。やっぱりあんたは何も変わってない。へえ。